はい、大和ピュアラブです。俳優の伊藤健太郎さんも SNS に不可解な写真を投稿されていました。こちらになります。伊藤健太郎さんが手で三角形を作り、真ん中で片目を出しているという まさに、イルミナティのね、ハンドサインをやられてますよね。えー、これがね、公開されたのが2019年の9月19日ということなんですが、えー、この時はね、伊藤健太郎さんは現在のイマージュエンターテイメントではなくてね、青青という事務所に所属されていました。うん、で、 写真にね、所属事務所の青青というロゴが入ってるようにね、所属事務所がこれは投稿したのかなという感じがするんですよね。うん、で、えー、この所属していたね、青青という事務所は、えー、おそらくね、ホリプロ系の事務所だと思うんですよね、ここ。うん、で、まあホリプロといえばね、GHQ の 新中軍クラブの演奏家だったね。堀さんが作られた事務所で。まあ CIA のね、直属事務所ですよね。うん。だからね、まさに、堀プロ系ということは、イルミナティということになっておりますよね。うん。で、うん。で、その後ね、伊藤健太郎さんがそこの青ア,アを辞められて、イマージュエンターテイメントに移籍されてますね。うん。 まあ、今回のね、この写真を見てもわかるようにね、まあ、三浦春馬さんとかね、竹内優子さん、えー、角舞久さんとかね、みんな、この、イルミナティのね、ハンドサイン、固め出しをやってましたよね。うーん。まあ、こういったところも、三浦春馬さんとかね、竹内優子さんなどと共通してますよね。うーん。なのでね、 今回の事件が CIA、イルミナティのね、関わる事案だということは間違いないかなと思いますねうん。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。ありがとうございます。